はい、皆さんこんにちは。キャストダイス TV から来ました栗崎です。3回目の登場ですかね。キャストダイス TV では、普段どういうことをやってるかというと、受験のことであったり、あとキャリアのことですね、も話していますので、ぜひ、こちらのチャンネルを見ていただいてね、キャストダイス TV に興味を持っていただいた方は、僕たちのチャンネルも視聴していただければなと思います。よろしくお願いします。じゃあ早速問題文を見ていきましょう。E の X 乗引く X の E 乗イコール K の異なる正の解の個数を求めようという問題ですね。これ僕も実際受験生の時ですかね。過去問で、過去問演習で解いた気がするんですけど、当時は難しさが分かんなかったんですけど、今となっては結構難しさが分かるような一問ですね。これ結構難しいです。やる前から言っちゃうとあれですけど、難しいですが、まず方針は結構簡単に立てられるんではないかなと思います。普段通りね、そもそも定数が分離してある形なので、fx イコール e の x 乗イコール x の e 乗と置くと、この時、f'x っていうのが e の x 乗引く ex の e 引く1乗となり、x イコール1と e が f' イコール x イコール0の解であることが分かると。ここまではスムーズにいけるんではないかなと思いますね。1代入して1で、e で、e 引く e で0で、e 代入して e の e 乗引く e の e 乗で0なので、1と e は f'x イコール0の解であることはわかるんですが、問題は f'x イコール0の解が1と e しかないことが証明できるかどうかですね。僕は確か過去問で解いた時ここを証明しなくて大幅減点を食らったような記憶があるんですけど、これ難しいですよね。どうやって証明しようかなって。そもそも解の個数が何個あるのも知らないし、結構難しいんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと一工夫置いてですね、ちょっと対数を取ってみようと。今ちょ e の x 乗イコール exe の1乗について考えると。対数を取って、ログを取って考えると。対数を取ると、対数を取ると、x イコールログの e の xe 引く1乗ということで、1たす e 引く1のログ x と、これちょっと同値になることの x 引く1イコール e 引く1ログ x であることが分かります。でこのグラフは書けますね、おのおの。これちょっとグラフちょっとこっち側に書くんですけど、すいません。このグラフを書くと左側は直線なので、ここに1があって、左側はこういう感じになりますね。こういう直線になります。直線にちょっと見えないんですけど、こういう感じですかね。で右側がログなので、こういうグラフですね。で1を通るので、こういうグラフになります。こうするとちょっと見づらいですね。もう一回書き直した方がいいですかね。グラフを書くと、ちょっと綺麗に書くと、ここに1があって、で、ログなので、で、1と e を、で、交点を持つことを考えると、こういう感じで、ここが e であることがわかりますね。で、このグラフから交点は2つしかないことがわかるんですね。で、そうですね。このグラフから交点は2つしかないことがわかるので、x イコール1と e のみが解であることがわかります。したがって、より、グラフを添えてあげて、グラフから、x イコール1と e のみ、見えますかね、のみが、解ということがわかります。で、ここまで示せればもう、あとは簡単で、ちょっと一回消しますけど、あと増減表を書いて、微分してあげればいい感じですね。増減表を、一回消して、ちょっと増減表を書くと、したがって、増減表は、正なので0を置いといて、1、e、点点点。で、f'x イコール0が、プラス、マイナス0、プラスか。マイナス0、プラスと。で
で FX が上がって下がって上がって、ここで0でここで E 引く1ですね、となるので、よりグラフが、まあ、X イコール0を代入すると1なので、こういう感じであることが分かりますね。となると、でここ E 引く1ですね、まあ、従って以上より K がまずすれば、これ0個ですね。で、K イコール0で、1個と。で、この間ですね。0から K が1と、K イコール E 引く1で2個と。で、最後に K が E 引く1で3個という答えが出ます。はい、どうでしょうかね。1行、まあ多分1行か2行しかなくて、結構東工大らしい問題なんではないかなと思います。まあ、ポイントは何と言っても、X イコール1と E しか解を持たないことの証明ですね。まあ、僕確かここで、どっかの予備校さんの過去問演習講座で半分くらい減点されたので、まあ、皆さんはね、ぜひ、しっかりこの問題が出た時に、こういう問題が出た時にしっかり解をね、解が2個であることで、まあ3個であること、まあ4個になることはあんまないと思うんですけど、まあ解の個数をね、限定するような証明方法を考えていただければなと思います。はい。今回の問題は以上となります。ありがとうございました。